この先週の IEA 閣僚会合を受けて、1億2000万バレルの石油備蓄放出、これが決定をされました。日本としても萩生田大臣が米国など関係国と精力的に調整を行い、IEA の割当て量の 1.5 倍の1500万バレルの備蓄を放出することといたしました。これは米国の6000万バレルに次ぐ規模の放出量です。このため日本として1978年に国家備蓄制度が始まって以来初めて国家石油備蓄の放出に踏み切ることとなります。エネルギー市場の安定化は重要であり、引き続き産油国への働きかけに努めるとともに、日本としてできることを前倒しで取り組んでまいりたいと考えます。